ザ。こんにちは。はい、ということで。はい、はい、また3連戦を振り返ってみたいと思います。ね、まあ、豊かな視点。豊かな視点。3連戦を振り返る。後ろ向きの猫もいるけど。そういうチームはどこだったんでしょうかということで、ね、ちゃんと話を聞いてるっていう。まあなるほどね、はいはい、猫ちゃんね、うん、じゃあまずセリーグからね。はい、じゃあまず結果の方からです。はいはい、はい、この赤枠が勝ち越したチームで、はい、一番下阪神 DeNA はちょっと2試合しかなかったっていうことで、まあ1勝1敗でね、うん、まあコロナの影響で、昨日のゲームが中止になったというね、突如ですね、うん、大変な事態にはなってるけども、はい、またそれは後ほど、ね、はい、でまずは広島巨人、はい、2勝1敗、2勝1敗広島が勝つという、ね、勝ち越したという、うん、まあ連勝連敗で当たったんだけども、はい、まあ広島はなんて言うんだろうな、まあ、小園が少し元気になってきたし、うん、そうですね、うん、でピッチャーもある程度こう床田とか、はい、玉田とか、うん、まあ、そういうピッチャーが活躍したかな、はい、あ、まあそういうところで2勝1敗にはなったんだけども、うん、まあその中で、まあ、いいところっていうのは広島の4番、新しい外国人マクブルーム選手、マクブルーム選手が、はい、まあ、同点ツーランを打つとか、うん、まあ、ただビエイラに頭部死球でね、そうでしたね、まあ、今後どうなるかっていうのはちょっとわからないけども、はい、まあ、打撲という診断だったんだよね、うんうん、まあ、それで済めばいいんだけどね、そうですね、うん、まあ、せっかく日本のピッチャーにも慣れてきて、うん、まあ、9試合で5打点上げてるし、はい、まあ、そこそこ勝負強い、また打点も取れるようなバッティングもしてるしね、9試合で5打点ですね、そうそうそう、はい、まあ、そういうのでね、活躍が今後期待されるんだけども、うん、頭部の死球っていうのはちょっと嫌だね、そうですね、うん、なんかもう思いっきりダイレクトに当たっていて、うん、そうだね、ちょっと心配でしたね、うん、まあ、その中でまた長野初スタメンが、はい、まあ、いい働きもするし、そうですね、まあ、途中出場の道具足が、うん、連続ツーベース打つというね、うん、だから非常に野手陣の層も厚くなってきたし、はい、非常に心強い材料が整ったという、まあ、3連戦だったかなというふうに思うよね、はい、で一方巨人の方、はい、巨人の方はなんか負け方が、一時期広島にすごく苦手意識を持った時期があったんだよね、うん、はい、まあ、その時のような負け方をしたんだよね、うん、で自滅というか、はい、自分たち勝敗を落とすようなミスを犯しているというね、はい、まあ、例えばその岡本が走塁ミスをする、外野フライで飛び出すと、あとは小林がちょっと送球ミスをするとかね、はい、中田と広岡の中で、うん、まあ、呼吸が合わず落球をしてしまう広岡がね、まあ、そういうミスから、まあ、失点を重ねるとか、うん、まあ、そういうことで、まあ、打ててないっていうこともあるね、うん、ちょっと打線が低調気味になってきているということ、なるほど、まあ、ここが気がかりなんだけど、うん、吉川というのがね、はい、本当は3連敗するかなっていうふうに見てたんだけども、起死回生の逆転のツーラン打ってっていう、まあ、意外性も見せてくれてるんだけども、はい、ちょっと巨人が疲れ気味かなという、うん、で堀田という投手すごく期待したんだけども、はい、ちょっと広島打線に、まあ、立ち上がり打ち込まれてね、うん、負けがついたんだけどもね、うん、だからまあそこら辺がちょっと若手、巨人に若手がローテーションに3人ぐらい入ってるから、はい、まあ、そこら辺が、うん、経験不足で、まあ、慌ててこう入れ替えをするようなことになると、こうチームの勢いが少しこう低調になってくるかなっていうような、うん、そういうちょっと不安が見えた3連戦だから、広島とはこうちょっと好対照な見え方をした3連戦だったかなっていうふうに思うよね。なるほど、こう広島は一回ちょっと低調気味だったところが上昇してきたところに、ねうん、巨人はちょっと反対な動き、ちょっと、うん、ちょっと落ちてきたかなっていうようなね、うん、はい、だからまあちょっと踏ん張りどころかなっていうふうには思うけどね、うん、で次ヤクルト中日、はい、まあ、ヤクルトはねやっぱ中継ぎ陣がちょっと厳しいかなっていうね、今年は苦しいかなっていうような感じは受けるね、まあ、その中で先発っていうのは、はい、まあ、高梨とかね、うん、すごく頑張ってたし、まあ、そこそこなんだけども、うん、まあ、だけどその何て言うのかな、中継ぎ、まあ、
特に清水なんだけどね、昨年の疲れがちょっと残ってるかなっていうようなそういうところも見せてるし、はい、後半に見せたヤクルト その中継ぎ陣の充実感っていうのはちょっと見られなかったね。じゃあちょっと投手陣の方に今は何か改善点っていうか、まあそうだね、ただその、はい、まあ、昨日でもサンタナが抜けて、ちょっと打線をこういじらなきゃいけないような状況になって、まあ、それでちょっと打線の流れも悪くなってるところもあるしね、だから非常にちょっと苦しいなっていう印象を受けた3連戦だったね。で中日はね、これはね、まあ中日の課題っていつも言ってるんだけど、まあどうやって点を取るか、まず立浪監督よくね選手を動かしてるわ。それと選手を差し込みどころが非常に的を得てるというか、まあ、その中で平田の復活っていうのは大きいよね。で代打でも使えるし先発でも使えるし、まあ、とにかくこうチームのために働ける選手が復活してきたっていうのは非常に平田という人間心強く思うよ。それと、はい、若手もこうずっと我慢をして立浪監督らしく使ってる、まあ、石川隆也、まあ、代表されるのがね、はい、これがこのカードで2本のホームランを打つ、それも貴重なところで打つ、1戦目なんかはこう、決勝ホームランになったのかな、はい、で3戦目はヤクルトが追い上げてきた時になんかくさびを打つようなホームランを打つとか、で3戦目なんか特に4本のホームラン、はい、それも石川、京田が2本、はい、で木下、はい、まあ、ある程度下位打線で4本のホームランで、はい、もうそれだけで点を取ってしまうというようなね、はい、まあ、そういうところもあるし、うん、まあ、大島も安定してる、はい、岡林がいい、これね非常に点を取れるような打線になってきてるよ、うん、だからすごくねこれからこうなんて言うんだろう、勇気づけられるような3連戦になったよね。もう課題は打撃ってね、ずっとそれしかないんだよ言って聞いていた中で、打撃がこう好調になってくると、もういや勢いはついてくると思うよ、ね、バッティングは水もんだからね、だから打つ時もあれば打たない時もある、ただピッチャーがいいからさ、打ってくれるというふうな、こうなんていうの、信頼関係が生まれるとね、ピッチャーも粘りがいがあるよね、だからあの非常に中日はいい、まあ、いっぱいはしたけども、はい、いい3連戦だったと思う。若手も結果が出て、なんかずっと気にかけた立浪監督が強打のバッティングが2打席連続という結果も出したしね、だから非常に心強かったよね、はい、で次阪神 DeNA、はい、阪神が勝ったね、やっとようやく一勝、西勇輝、やっぱりね、まあ阪神の中のエースといえばやっぱり西なんだよね。で西が完封をし4番の佐藤がホームランを打つ、やっぱり連敗を止めるって言ったらさ、エースが快投を見せて、ね、4番が結果を出す、その見事に1勝につなげたという、まあこれで流れが変わるなっていうふうに思ってたので、次の日伊藤もいいピッチングしてたんだよ。で9回ツーアウトまで完封してて、で牧にやられたね、だからで延長になって太田とかね、大和とか太田に打たれて木に点取られて、まあ負けちゃったんだけどさ、ちょっと延長までとその後の試合の動きが全く、もう流れというか雰囲気が、ね、別のものそう別のものになった、ししまね、だから非常にもったいないいっぱいだったんだけども、まあ一勝したということで流れは変えつつあるんだよね、でバッティングの方もだいぶつながってきたしね、で昨日なんか本当にやりたかったと思うんだけども、ね、まあ DeNA がコロナが出たということでね、急遽中止になりはしたけどね、ここに来てもいきなり試合も中止ということになり、そうはい、もう主力のメンバーがたくさん、そうだね、まあ、DeNA の方は今日はね、はい、試合、まあ、組まれてるんだけどもさ、はい、だからそれはちょっと競技をして、まあ、やるかやらないかっていうのを決めるっていうふうには書いてあるけども、はい、だけど、まあ、ちょっと心配だね、DeNA の方はね、そうですね、濃厚接触者も入れると、まあ、11名
そうなん、今日なんだよ ね、うん、だからちょっといっぱいだけども、まあ阪神が乗ってただけに阪神もやりたかったと思うんだよね、うんうん、で地元の甲子園、やっぱ甲子園に帰ると違うな、ファンが、うん、あのファンには力もらえると思うわ、阪神ファンはね、阪神ファンは特別な感じですね、まあ、特別な感じがするし、うん、まあそれを受けた選手たちは勇気を持って戦えてるというね、うん、だからやりたかったと思うけども、まあでも一つこのカードで勝てたということはね、はい、やっぱ今後の流れがね変わってくるかなという、はい、ということで阪神ようやく1勝したが、下が流れを完全に変えるまではいかなかったというね、あれ伊藤が勝っとけばね、完全に流れはちょっと変わったかなと思ったけども、最後の詰めが甘かったという風に取るか、牧の勝負強さ、あそこで避け取ってもよかったかなっていうふうに思うけどね、牧をね、はい、まあそれはまあその時のね指揮官の勘だし、あそこまでのピッチングを見せてくれた、まあ、伊藤を信頼しないっていうことはないよね、うん、だからまあ仕方ないかなっていうふうには思うけどね、はい、うん、まあ、じゃあこのちょっとね、あの延長になって試合の流れ変わってしまってっていう、うん、嫌な雰囲気はこの逆にこの開くことで切り替えができたらいいかなっていうところですかね、うん、まあ、そういうふうにポジティブに取った方がいいよね、うんうんうん、だからまあもう一回仕切り直してたということでね、うん、はい、まあ、ただ一勝はしたから、ね、気分的にはすごく楽になったと思うよね、はい、はい、という、まあ、セ・リーグでした、はいはい、続きまして、はい、パ・リーグね、はい、パ・リーグこちらの結果が、はい、2連戦というところもあって、うん、まあ、楽天、日本ハム、西武、ロッテが、まあ、2連戦だったんだよね、はい、まあ、3連戦戦ったのはソフトバンク、オリックスだけだったんだけども、うん、まず楽天、はい、マー君と岸が勝った、はい、ね、うん、マー君はね、やっぱさすがだわ、多分ね、全力で投げてない、どうですか、あのね、コントロールを気にして低めということを意識して、はい、全力ではまだ腕振ってない、ね、得点圏に行った時だけは全力でちょっと力入れて投げるんだけども、うん、すごく余力を感じて、うん、まあ、今季もう2勝でしょ、今年はね、もう間違いなく2桁は必ず勝つよ、何が違いますか、昨シーズンとは、やっぱり援護点があるっていうことだよね、そこですか、昨年もね、悪くはなかったんだよ、ただこう勝ちにつながりにくい試合が多かったということ、ね、まあ、運がなかったというか、ね、うん、でその試合で鈴木大地が活躍したんだよね、はい、で鈴木大地、マークも言ってたけど、いや息子が喜んでると思います、そうですよね、いや鈴木大地が打ったことがみたいな、ね、なんか息子さんがあの鈴木大地のファンでね、大ファンですよね、でなんか小学校上がるらしいけども、え、そう鈴木大地って書いたんでしょ、自分で、そうそう、あの自分の名前をね、そう、入学用品に記名しなきゃいけないところ、うん、お名前のところにあの奥様の桜真理さんが書こうと思ったらもう書いてあって、よく見たら鈴木大地って書いてあるね、まあ、そのぐらい好きだということね、可愛いですけど、あ、まあでも、はい、まあ、マー君が勝てた、ね、はい、岸が勝てた、うん、ね、まあ、楽天には大きいし、まあ、打線もつながったということ、はい、だから非常にあの楽天は安定してきてるね、うん、戦い方がね、はい、西武の方、うん、やっぱね怪我人は大きいわ、うん、源田が3番打ったりとかさ、必死に抵抗はしようとしてるんだけども、やっぱいかんせんやっぱり山川と森がいないっていうのは、うん、首位打者とホームラン王がいないっていうようなことだから、うん、過去の実績を見るとね、それはね非常に大きいのと、やっぱそれに伴って、ルーキーたちが負けるというね、まあ、ミスもあるしね、はい、うん、だからまあ踏ん張れっていうのも、まあ、昨年に続いて怪我人かっていうふうになるとさ、そうでしたね、すごく気が重いよね、西武としてはね、まあ、今年はこういけるぞっていうような雰囲気が豊さんの中ではだって優勝予想だってありましたから、うん、で言ってた通り山川が復活をした、そうです、絶好調でした、うん、絶好調だ、はい、その中の交渉で森がいらんことして骨折というね、はい、だからそういう意味では非常に西武としてはもう試練だよね、これからね、もう怪我人に泣いてっていう感じですね、うん、でみんな力を持ってるし、はい、やっぱ怪我人が出たところが落ちてくるかなっていうような感じだよね、うん、ソフトバンク、オリックス、はい、ね、2勝1敗で、うん、ソフトバンク負けちゃったけどね、はい、今季初の1敗をしたけど、はい、うん、でもさすがなのは連勝の反動って必ずあると思うんだけども、はい、でもそこを止めたということね、うん、昨日ね、うん、だから非常にやっぱり力を持ってるんだなっていうのと、はい、ただソフトバンクの場合は栗原が怪我をした、はい、まあ、今季絶望だと思うんだけど、続いて柳田が
登録抹消になったという、はい、でこれもクリーンアップ2人が抜けるんだよね、うん、だから今後どうしていくかということだよね、はい、うん、で勝ちはしたけどさ、3番に正木っていうルーキーを入れたんだよね、はい、でまあ散々な結果になったんだけどさ、うん、これから誰をギータの代わりに3番に据えていくか、うん、まあ、それが鍵となる3連戦、はい、まあ、ギータが抹消されてその試合は勝ったけどね、1、2番の活躍とか松田の活躍でね、はい、だけど今後やっぱちょっと苦しくなってきそうな、そんな予感がする、ただやっぱ中継ぎ陣はさすがにいいね、うん、安定をしてる、はい、うん、ちょっと森が心配だけども、うんうん、まあ、負けた試合を打たれてね、はい、ちょっと心配だけどもやっぱマタルシが入ったのは大きいし、うん、レイがやっぱ好投を見せたのも非常に大きいしね、はい、うん、まあ、今後の戦い方だよね、うん、ここまではいけたけど今後この2人の怪我がどういう風に打線に響いてくるか、はい、まあ、ちょっと心配だよ ね、まあ、勝ったとはいえ心配、うん、でオリックス、はい、オリックスの方はやっぱり打てないわ、どうしちゃったんでしょうか、うん、まあ、吉田正尚も本来の姿じゃない、はい、でまあ、今2割5分ぐらいかな、はい、打率がね、うん、で杉本に至っては1割台、うん、で5番の宗これも1割台ということでやっぱ打ててないっていうのがもう最大だよね、うん、だから打てないことには始まらないというかさ、うん、まあ、福田なんか1番バッターでセーフティーバントしたりとか、うん、いろいろ相手をかき回すことを考え、はい、やってるんだけどもやっぱつないだとしてもやっぱクリーンアップが返せないっていうことになってくると、うん、やっぱどうしても点にはならないよね。そうですね、うん、だからソフトオリックスの方はやっぱバッティング待ちかなっていう、まあ、杉本もこのカードでホームランは、ね、今季1号打ったけども、はい、だけどまだまだ本来の姿にはなってない、昨年の姿には、全く程遠いというようなね、うん、まあ、状態だけにちょっとまだ苦しむかなっていうような、そんな感じ。じゃあもうこう打撃が良くなってくると、うん、オリックスはっていうところですか。まあそうだね、ピッチャーはね、うん、安定してるから、はい、だからある程度打てば結構上の方に来ると思うんだけども、うん、やっぱ今年打てるかどうかだよね、うんうん、はい、はい、で日本ハムロッテ、はい、日本ハムが今季2勝目と、はい、ね、ロッテには痛い敗戦になったんだけどもさ、うん、はい、でもやっぱり初戦のロメロ見てると、うん、もうやっぱり粘り強くやっぱ投げるピッチャーだなっていうのと、はい、やっぱこうロッテは総合力で勝つなという、うん、やっぱつながりを見せるというかね、はい、まあ、そういうことで勝っていけるんだけども、うん、まあ、日本ハムの方は、うん、とあれかな、落ち着いてきた感じですか、まあ、ある程度主力をこう並べるような感じの打線を組んで、まあ、1勝はしたんだけども、うん、まあ、その中でまあ、清宮、はい、いいね、やっぱり良くなってきてる、ね、もう確実に良くなってきてる、豊さん言ってましたもんね、うん、こう清宮選手は出しておけって言って、そうそうそうで清宮と野村がアベック弾を打ったんだよね、はい、で野村も怪我から復帰して、はい、まあ、サードに使われてホームラン打ったわけだけども、うん、はい、それと今川とか万波とか、はい、非常に楽しみな選手が、うん、ようやく目を出してきたかなという、まあ、その中で清宮がね、うん、見事なホームランを打つとか、だからなんて勝敗以前にチームとして楽しみな選手たちが活躍をしてきたかなという、うん、ただなんて言うんだろう、新庄監督の投手交代がちょっと気になるね、2三振取った後に変えちゃったりしてますね、そうそうそう、うん、変えちゃったりとかして、うんうん、それが裏面出て同点になったりだとかさ、はい、まあそこら辺はもう試しをしてるのかもわからないけども、うん、ちょっとそこら辺がちょっと気になるところだったよね。確かにちょっと不思議な感じなんなんかすごいバシッと2三振取った後にピッチャー変えられると今三振取ったピッチャーもえってなったりしますよね。まあまあそんななるね、うん、まあ、それとロッテのこのいっぱいっていうのはさ、ワンアウト、あ、ノーアウト1、3塁から、はい、ファールボール、あ、ファールじゃない、ファール側にフライが上がったんだよね、はい、浅いフライ、はい、まあ、これサヨナラの場面だったんだけど、はい、高部という選手がちょっと目測を誤って落球をしたという、はい、それがヒットになって、うん、あ、うん、まあ、これは動画にします、ね、DeNA の話と高部の話は別の動画にするから、まあ、あんまり詳しくは言わないけども、はい、まあ、そういう落球があって、まあ、サヨナラヒットになったという、はい、
はい、まあ宇佐美はすごく喜んでたけどね、打ったね、打った宇佐美がね、はい、喜んでたけど、はい、まあでも日本ハムはやりながら勝つということが力になってくるしね、うん、まあどんな形でも1勝できたということはプラスかなっていうふうに。でもロッテの方はやっぱり優勝を狙うチームとしてああいうプレーがあると非常に、まあ、チームとしては苦しくなるよね。でもみんなロッテの選手は優しいな高見をだけもう大号泣してね、なってたけれども、まあそうだね、うん、ということでパ・リーグの方はコロナから脱したね、うん、楽天はね、はい、怪我の影響はっていうこと、まあ、西武はもろ出てる。そうですね、うん、西武はもろ出てるし、ソフトバンクはこれから出なければいいなっていうふうには願ってるけどね。でね、パ・リーグの方は打ててない全体的に、うん、まあオリックス打ててない打ててないって言うけども、はい、まあソフトバンクが一番打ってるんだよね、チーム打率、はい、いくつぐらいだと思う？2割前半。おそうそう、よく知ってんな。2割2分ぐらいなんだよ、はい、途中までね。で2割2分でチーム打率が1位なんだよ。それもすごい。だからいかに投手力が充実してるところが多いかということだよ。投手力の充実に加えてなのかまあ、バッターの状態が、うん、バッターの状態が上がりきってないのかっていうことだよね、うんうん、だから、まあ、パ・リーグの方では言えることはやっぱ打てば勝てるということだ、うん、で打てなかったら何かして点を取ったら勝てるということ、うん、まあ、例えば足であったりだとか、うん、細かい作業がまあつながってね、その打線に、うん、だからそうなったら勝てるということだよね、はい、まあまあ3連戦を振り返りましたけども、はい、ね、まあ次の3連戦はどういう風な、まあ、セ・リーグだったら巨人がね、はい、ちょっとこう低調な打線、それとやっぱこうミスが目立つようになった、まあ、広島はちょっと上る調子にまた戻してきた、うん、まあ、中日の方はやっぱこう打撃が活発になってきたぞって、面白いぞっていう風ななんかこう希望が湧いてきた、うん、でヤクルトの方は昨年の打順がなかなか組めない、でつながりが持てない、まあ、ここら辺をどうしていくか、まあ、中継ぎ陣もちょっと疲れを出始めてるというね、はい、まあ、そういうところもあるし、まあ、コロナの影響は、ね、阪神は流れをつかみきれるのかっていうようなところだよね、はいはい、なんかこう今シーズンは3連戦ごとの色が全然違ってきてますね。ああ違う違う、面白いよ、はい、うん、だから、ね、連勝連敗があったりとかさ、で競ってみたりだとかさ、はい、非常に面白いよね、うん、はい、まあ、という3連戦でした。はい。